してくれ。回復するんだ。よくできるわよ。
あれ？どうしたの？リーファちゃん。あそこ、なんかモンスターが密集してますよね。うわぁ、たくさんいますね。その中に人影が見えたような。今、声が聞こえなかった？もしかして、誰かがあのモンスターたちに。行ってみましょう。クエストのイベントなんかじゃないわよね。うん、私たち別にあの NPC が絡むようなクエストは受けてないしね。噂では一人でフィールドを攻略しているなんて話もあるみたいだけど。もしそれが本当なら、あの NPC にフィールドを攻略しようという意思があるってことよね。それってどう考えても普通の NPC じゃないよね。それにしてもあれだけのモンスターを一瞬で全滅させるなんて。あんなに強くてしかも攻略を進めるだなんて、 NPC らしからぬ行動をしていれば噂にもなりますよね。うん、どうかしましたか？いや、なんとなくだけど、今の戦いを見ていてジェネシスのことを思い出してさ。立ち回り方もそうだけど、相手を圧倒する戦い方があいつに似ていた気がして。もしかして本人なんてことはないよね？このゲームは ALO と同じで異性のアバターは使えないんだから、それはないでしょう。そもそもカーソルの色だって NPC を表す黄色なわけだし。とはいえ確かに気になる存在よね。うん、もし自らの意思で先に進もうとしているのなら何を目指しているんだろう。まあここで考えていても答えは出ないわ。攻略を進めていけばまた見かける可能性もあるし、今は私たちも先へ進みましょう。Thank you.
どうした？プレミアちゃん？すみません、大丈夫です。戦いで少し体力を消耗したようです。本当に大丈夫？一度町に帰る。ありがとうございます。でも心配いりません。つまり、へっちゃらです。でも具合が悪くなったら言ってね。はい、わかりました。NPC が具合を悪くするなんてことあるのかな。いや、どうだろう。注意して見ててあげないと。